博多高等学校は、福岡県福岡市東区水谷一丁目に所在する、私立高等学校。愛称は、発行。本校の起源は、1962年に開校した、博多高等学校の分校、高水校の開校に遡る。本校である、博多高等学校そのものは、1941年に開校した、バイオ文化女学校を前身としているが、 この博多高等学校は1963年に女子校に改祖の上で博多女子高等学校に改称している。2018年度現在は普通科だけでなく一般的な専門高校に設置されている商業、農業、工業、家政、看護の5分野をカバーしており専門高校、総合高校となっている。2017年9月28日授業中に タブレットで映画鑑賞をしていた男子生徒を指導するため男性講師が生徒のタブレットを没収した。逆上した生徒は講師に対して殴る蹴るの暴行を加えた。この様子をやわせた生徒が撮影し、LINE に投稿して知人間で共有した。その動画を見た別の高校の生徒が9月28日深夜にツイッター上で動画を公開した。 福岡県警少年課は公開直後に事態を把握し、同日未明には校長に紹介が行われ、校長が事態を把握した。学校側は当初、暴行を受けた講師本人の意向もあり、警察に被害届を出さず学校側で問題の生徒を指導するとしていた。取材に対する学校側の回答博多高校の副校長は、取材に対して次のように回答している。 動画を公開した人物からの回答動画を公開した人物は取材に対して次のように回答している。ありがとうございます。